どうも、ジャコ先生です。今日は、すんごいちっちゃいものから、めちゃくちゃでっかいものまで、精密に作れちゃう、最強のものづくり YouTuber について、語ったり、まあ、大いに脱線したりします。よろしくお願いします。以前、最強の YouTuber のね、動画を出したんですけども、このお二人も立派な、ものづくり系 YouTuber ですわな。まあ、でも、不審者さんは、まあ、いろんな物質から包丁を作り出してるわけなんで、もはや錬金術師的なところもありますけどね。まあそれでですね、個人的にすごいなっていう、まあほぼ職人クラスの方が他にもいてですね、鉛筆彫刻人の白井さんです。今回画像を使っていいよって言ってくださったので、多分今写真出てると思うんですけれど、これ本当に本当の鉛筆なんですよ。制作過程想像するだけで楽しくないですか？で、まあすげえ感動したのが、比較的最近の作品で、ネジのやつがあるんですけど、それは本当にネジです。質感と色が相まってね、もう本当に本物にしか見えませんね。で、今日 YouTuber っていうことで一応紹介してるんですけど、白井さんは Twitter メインでやってらして、作品だけこう上げてらっしゃったんですね。でもどうやって作ってんのかなって思ってたら、こう3分くらいにキュッとした動画を YouTube に上げてくださってたんですけども、びっくりしますよ。で、そのすごいなって思うのはね、ネジを選んだところで、だってネジなんて、こう、ごまかしようがないじゃないですか。こうなってるじゃないですか。これの、例えばこう、等間隔に線が入ってないとか、ちょっと曲がってるとか、こういうのを見つけたら人間の目はすぐに偽物だって判断すると思うんですけど、もう本当に、こう、ピターっとなってるんですけどね。粘土細工さんとかもそうなんですけど、なんでああいうこう超人たちは基本的にフリーハンドでやるんでしょうかね。銅鉱にメモリとか刻まれてるんかなって本気で考えちゃうぐらい、そういう仕上がりですからね。で、とにかくね、モチーフが豊富で、文字やら、ロゴやら、あと建築物とか、もうほんといろんなものを作られてるんですけど、まあ、個人的に好きなのは、金属がモチーフの小物が好きですね。まあ、さっきのネジしかり。鉛筆の芯って、こう、よーく見ると、細かい凹凸があって、ザラザラしてるんですけど、それがこう、長年使ってた金属の、こう、ま、摩耗してる？ミニチュアなのにリアルっていう風になるんですよ。まあ、要はあれです。ちょっと分かってもらえるか分かんないですけど、シルバニアファミリーのキッチン用品の作り込みを見て感動する感じです。ちっちゃい頃私人形遊びには全くハマらなかったんですけど、でもなんかシルバニアとかのこのミニチュア家具の精密さとかはすごい大好きで、おもちゃ屋さんのディスプレイをひたすら眺めてたりしたんですけど、その時のワクワク感になんか似てる感じになります。今チョーク触っててふと思ったんですけど、チョークとかは削れないのかな。チョーク削ってもらって、これは作品にしてもらったやつで、こう折らないように字書けたらすげえのになとか今考えちゃったんですけど、まあ、絶対開始2秒で取り返しのつかない感じになりそうですけどね。いや、でも薄い字だったらできるかもしれないか。まあ、概要欄にいろいろ作品を貼ってあるんで、ぜひ見に行ってみてください。次のやつはちょっとでかいですね。あとめっちゃかっこいいです。よろず鍛冶屋さんです。家事でお分かりの通り、刃物を作ってる方です。それがこれです。わかります？これ。鬼滅の鬼殺隊大使の刀を完全に再現している方なんです。で、クオリティがクオリティなんで、数ヶ月に1本くらいのペースで制作動画を上げてらっしゃるんですけども、第1弾が煉獄さん。で、次が義勇さん。で、次が伊之助。そして炭治郎。っていう感じです。まあ私なんかはこう週一でね、こうやって半笑いで喋るだけの出がらしみたいな動画出してますけど。よろず屋さんとかは2、3ヶ月に1本、もうめちゃくちゃ濃い動画なんで、本当に心血注いでるなっていうか。で、例えば、伊之助の刀は、石で叩いて刃こぼれさせてあの形なんですけども、動画内でも最初、本当にこう石でぶっ叩いてるんですね。ちょっと再現してあって。作品への愛が感じられて、すげえいいなってなりました。で、刃物って言ったんですけど、これ実際には木刀なんですよ。木からできてる刀を作ってらっしゃって、で、電動カッターとかを使って制作されてるんですけど、その、かっこいい大人しか持てないような道具がいっぱい出てくるんですよ。めちゃくちゃでかい電動カッターとかで、豪快に木の板をこう真っ二つにしたり、もうまさにね、大人の図工ですね。この人に図工を教わりたいもん。子供の頃誰でも髪をくるくる丸めて剣を作るじゃないですか。好きだから作るとかかっこいいから作るっていうのはもう本能的な欲望だと思うんですけど、その欲望を満たすだけの技術が備わってる大人って、だからほんとかっこいいですよね。
本気で子供の頃描いてた秘密基地を自分で建てちゃったり、例えばモンハンの武器とか防具を実際に作っちゃったりとか、そういう突き詰めちゃう系のね、好きなものを突き詰めちゃってる人ほんと大好きなんですよ。なので、はい、また脱線しちゃいましたけど。で、この方もね、またね、フリーハンド民族なんですよ。別々に作ってたパーツとパーツが綺麗にはまる瞬間とか、あの感覚がめちゃくちゃ気持ちいいですね。あの、あれだ。ダンボールで作ってる人のはね、見たことあるんですけど、あれを作ってほしい。しのぶさんの、細い刀ね。あれをどうやって再現するかちょっと見てみたいところはありますね。めちゃくちゃ見応えあるんで、ぜひ概要欄から飛んで見てみてください。はい、というわけでですね、最強のものづくり YouTuber、今回はお二人ですね、について喋ってみました。来週の動画は、ちょっとしたなんかお知らせ動画になる予定ですので、あんまり中身はないと思いますが、今後の動画の方針とかを喋らせていただこうかなと思ってますので、またチェックしてみてください。はい、というわけで本日は以上です。ありがとうございました。